こんにちは、スプリングです。私は今、群馬県、ここは長野原町です。こちらに見えております路線、こちら吾妻線になります。ちょうど向こうに駅が見えますけども、こちらの駅は群馬大津駅でしたかね、そういう名前の駅があるんですが、本日は群馬県にやってまいりまして、上越新幹線そこを走ります E4 系の、撮影をしていこうかなと思っております。長野県側から来たんですが、たまたまね、この吾妻線を通りがかりましたので、少しだけ列車を見ようと思って、降り立っております。もうそろそろすると1本列車がやってまいります。撮影し何も探さずにね、もう列車が来るということで、適当に見えるところに来ております。さあ、そろそろ列車がやってくるようですよ。ちなみにこの群馬大津駅の1個手前の駅が長野原草津口です。関東屈指の温泉街の草津温泉の出入り口ですね。211系かっこいいですね。かつてはここを115系が走っていたようなんですけども、この211系も、我々、関西人からするとなかなか見ることができない車両ですので、取れてよかったんじゃないかなと思います。警笛を鳴らして吾妻線の最終駅、大前駅へ向かって進んでいきました。ちなみに場所がこんな感じですね。いや、いかにも高原というような感じです。高原じゃないか、山の中ですね。いや、本当すごいところに鉄道走ってますよ。いや、この群馬県の奥とかね、長野県は本当すごいですからね。見えなくなりました。では上越新幹線ね、撮影の方向かっていきましょう。今からまた1時間ほど移動していきます。その途中までね、また吾妻線と並走をしてきます。ちょっとね、また列車が来そうでしたので、撮影をしてみようと思います。結果的にはちょっと車と被ってしまいましたのでね、写真は割愛というようなことになるんですけども、この青空、そしてね、このインカーブで撮るのがね、なかなかいい感じになるんじゃないかなと思ってきたんですが、最終的な写真はおじゃんでございました。いや、211系かっこいいですね。というわけで場所は変わりまして、向こうに見えておりますのは谷川岳です。というわけで私が来ておりますのは群馬県の水上町。今ね、線路が見えておりますけども、あちらが上越新幹線の、おそらくね、上毛高原駅と高崎駅の間というふうになります。いや、こんな場所なんですね。おー、これより向こう山の越えていくと新潟県というような場所になっております。すぐ後ろにはない、このようなため池がございまして、すぐ私のね、下にはリンゴ農園があるようですね。というわけでね、こんな感じで撮影をしていこうと思います。ちょっとね、準備をする前に、この E7 系ですか、やってきてしまいましたので、それをね、載せておこうと思います。というわけで本日狙いますのは E4 系でございます。やってまいりました。こちら谷川号。この時間のやつに関しては、2つ連結をされておる16両編成というふうになっております。いや、しっかりとね、谷川岳が見えておりまして、この麓を走る、上越新幹線、そして来月の10月1日に引退をしてしまいます E4 系をね、撮ることができました。これはね、隠れこの谷川号ですので、この次の上毛高原駅に停車する関係上、結構ゆっくりと進んでいきました。ちょっとね、動画ですとかなり透明になってしまいますので見にくいかなと思うんですけども、この E4 系すべて2階建ての車両というふうになっております。よくね、世界一高い走る壁というふうにね、言われているような新幹線ですけども、こちらこの高い山、谷川岳と一緒に撮影をしてみました。まずこの連結面を目立たせてね、撮影をしてみましたよ。
まあ、ちょっと風景写真の遺憾ということでかなり遠くから撮影をしておりますけども、まあ、この谷川岳、そうだからね、上越新幹線というような感じでいいのが撮れたんじゃないかなと思います。いやー、 E4K もついに引退ですか。もう私の子供の頃から走ってる新幹線や車両がどんどん消えていきますね。そしてまだちょっと遠目になってしまうんですけどね、新幹線を通過していきましたので、まあ、これも撮っておきました。こちらは E2系、こちらも谷川かな、もしくは時かなと思うんですけども、まあいいのが撮れました。やっぱ動画がちっちゃすぎて見にくいですね。申し訳ないです。またね、新幹線が通過をしているんですね。まあ目を凝らすと見えるのかもしれませんが、今上毛高原駅方面に進んでいきました。こちらも新潟駅の時号です。こちらも E2 系でしたね。まあ、この上越新幹線に関しては基本的には E2 系もしくは E7 そして E4 が走るというようなことになっております。というわけでね、この後もね、E4 系撮影をしていこうと思います。ちょっと場所を変えました。まあ、トンネルから出てくるんですね。まだ次回乗せていこうと思うんですけども、まあ、この場所で E4 系など撮影をしていこうと思います。ちょっとね、ここの撮影地いろいろ大変だったのでね、それまた次回ね、お楽しみにしていただければなと思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真を主にした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。